はい、はいよ。意思に反して出てしまう大きな声。街を歩くと驚かれることがあります。わざとじゃないのに。ウーバー配達員の阿部松レオンさん、29歳。声や体をうまくコントロールできないトゥレット症と戦っています。トゥレット症は138年前にフランスの医師によって報告された病ですが、詳しい原因や治療法は分かっていません。こっち見てるだろうなって人もおそらくいると思うんですけど、でもやっぱりもうこっちの方は見ないようにしてます。患者の症状は様々。こちらの男性は体が動いてしまう症状と戦っています。降りちゃいましたね。寝ている時にも。深い眠りにつけるのはいつも空が白み始めた頃。深刻な症状が患者の日常を苦しめます。私たちはレオンさんと出会った後、トゥレット症と戦う若者たちを継続的に取材し、テレビ放送だけでなく YouTube でも配信していました。それを見た人から変わった出前の依頼が。おはようございます。よっしゃ、うまいっす。あ、よかった、盛り上がってくれてるやん。千葉市の小学校で5年生に向けて行われたレオン先生による1日限りの出前授業。トゥレット症を YouTube で知った教員志望の大学生が小学校に提案して実現しました。じゃあこの今1、2、3につけたんだけど、僕が苦手な場所がこの中にあります。それをまだ言っちゃダメだよ。だからこれをみんなでグループで話し合って、で僕が何個のグループか当てるからで、話し合ってみて、よろしくお願いします。じゃあどれにする？全部じゃん。全部だよね。全部あり。でもさ、映画館行けないのさ、だからネットフリックスとかでさ、出るの待たなきゃいけない。さ、結構辛くない？答えはどれなのでしょうか？じゃあ4番。1番だと思う。まあ、静かに見てなきゃいけない空間で、なんか一人で喋ってるとなんか周りに迷惑が入っちゃって、でも自分は言いたいって思って言ってるわけじゃないから、まあちょっと自分も傷つくっていう感じがある。なるほど、オッケーオッケー。じゃあみんなから聞けたから、じゃあ正解発表するね。正解は全部でした。みんな鋭いね。授業の終盤には児童からこんな質問が。反対になんか嬉しかったことってありますか？あ、それあるある。で、僕がすごい印象に残ってるのは、名古屋で韓国人のお客さんだったの。韓国人のお客さんで、私の弟はトゥレット症がありますって、あなたと同じように苦しんでますって言って、だから商品を僕が渡した後も僕が帰るまでずっと頭下げてた。もうなんかさ、ありがとうございますって笑顔で言ったけどさ、もう泣きながら運転してた。俺は嬉しくてさ、やっぱり人間って理解されることがめちゃくちゃ嬉しいんだよ。
なんか分かってもらえないっていう苦しみがさ、めっちゃしんどいの分かる。この気持ち伝わらない、どうしようって。だからだけど、そうやって理解してくれて、なんだろう、頑張ってって、それを踏まえた上で応援してくれるのはめちゃくちゃ嬉しかった。別にさ、人間ってみんな同じ形で生まれて、みんな同じように育つわけじゃないから、だから、そうだね、だから街で変わった人を見かけたりとかした時に、この人って何かあるんじゃないかな、なんか病気なのかもしれないなって思ったら結構許せるんだよね。そうだから、そうだね、優しい気持ちで人に接してあげたりとか、あと困ってる人を助けたりできる存在の方が俺は超かっこいいと思うから、うん、そういう大人になってくれたら嬉しいなって思う。病気のあるなしに関わらず、誰もが暮らしやすい社会であってほしい。レオン先生の思いは子どもたちにしっかり届いたようです。